ふりふりふり。めっちゃうまい。みなさんこんにちは、ゆりなです。みーちゃんです。今日はバレンタインデーです。イエーイ。ああああ、イエーイね。今日はたっくんにバレンタインデーのプレゼントを作ろうと思っております。去年のバレンタインデーはニコちゃんを出産して4日しか経っていなかったので、まだ私は病院にいて、で、その頃たっくんは一人寂しくバレンタインを過ごしていたのかなと思うんですよね。だから今年はニコちゃんと一緒にたっくんのバレンタインデーのチョコレートを作っていこうと思います。彼には今日のことを何も話してないので、帰ってきてからびっくりするかなって思います。とは言ってもね、まだ買い物も済ませてない状態なので、今からチョコレートを買い出しに行って家に帰ってきて作ろうと思います。それでは行ってきます。準備できました。みったん久々のカニーです。行ってきます。はい、帰宅しました。はい、しっかり買ってきました。ホワイトチョコのクランチを作っていこうと思います。はい、まずこちらバースホワイトにしました。見た目が可愛いかなと思ってホワイトチョコにしてきました。とクランチ部分にビターのダースを使おうと思います。このホワイトチョコが結構甘いかなって思うので、こっちをビターにしました。ちょっと今日は近くのコンビニで購入してきたんですけど、スーパーの方が安そうだよね。はい、そして最後にこのコーンフレーク、これはねセブンプレミアムで198円ぐらいで購入してきました。全部は使わないんだけど、ニコちゃんと一緒に砕けたらいいなと思ってます。で、今回型に使用するのはこのプーさんで、ダイソーで購入しました。今回このために買ったわけじゃなくて、ニコちゃんのパンケーキとかをいつも作るために購入していたものを代用して作ろうと思います。家にあるものを使って作れるのが一番いいよね。はい、こんな感じでね、これを使ってチョコクランチを作っていこうと思います。見てほら、粉々。なんだ、これパパに作ってあげようね。うん、フリフリでもいいよ。フリフリしてから。フリフリね。上手上手。ニコの愛情がこもっとる、これはね。フリフリは、フリ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 、一生懸命フリフリして。フリフリね。フリ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 、体が動くね。お、上手。できます。砕けました。結構砕けたし、完璧です。
い、今チョコレートを作り終えました。今回はニコちゃんと一緒に作業をしようと思ったので包丁を使わない方法で作りました。チョコレートも湯煎じゃ危ないなと思ったので今回はレンジでチンする方法で作っています。この方法だったらお子さんと一緒に安全に作ることができるのですごくおすすめです。ね、あとは今回ダイソーに売っているプーさんの型を使用したんですけどプーさんの型じゃなくても作れるのでぜひ他のもので代用して作ってみてください。そろそろできるかな。両手両手、一緒に一緒に一緒に、どうぞ。あ、こっち。はい。おかえり。ただいま。今日はサプライズがあるよ。サプライズ？うん。サプライズ？ミトン？ミトン！ただいま。うん。ただいま。娘も待っとる。ミトン。パパ帰ってきた。嬉しいね。ニッタンは赤ちゃんでも食べれる具でね、お鍋しました。すごいね。こんな感じじゃね。詳細はインスタグラムで見てください。パパに今日ニッちゃんとママからサプライズがあります。今日心を込めて2個も作りました。今年は一緒に過ごせるバレンタインです。2も欲しいな。2が欲しい。すごいすごい、食べらして。強い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 。食べたい。ニンちゃん作ってくれたんじゃないの。パピーにパピーに作ってくれたんじゃないの、はい、これ。そんな2個にはこのいちごヨーグルトあげてください。うん、おいしい。美味しいね。じゃあパパ食べてもらえますか。食べるのめっちゃもったいないけどちょっと冷凍食品。冷凍。じゃあ俺のメモリーの中に残すわ。うん、まず2個落ち着かせてあげて食べらして。じゃあいただきます。はい、どうぞ。おお。うん、めっちゃうまい。早いね。何、家で作れるの。作れるよ。ちなみにほっぺたについとるよ、なぜか。パパのいいなって。みたい、よかったね。パパ喜んだよ。娘の食欲が止まりませんが、締めますよ。この動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。パパが激しすぎて引いとる。バイバーイ。